はようございます、タカですね。今日ですね、このスーパーで買ったこのレンコ台をですね、ちょっと触れてみようかなと思ってます。で、まあスーパーで買うとですね、ちょっとサイズが小さいんで、まあ切り身なりですね、あのカルパッチョにするとどんぐらいの量かなというのをですね、ちょっと見てみたいなと思います。はい、それではスタートです。はい、まずはですね、鱗を落としていきましょう。まあ鱗はですね、そんなに硬くはないですね。まあサイズも小ぶりなんで、意外にもう鱗を剥ぐのも簡単かなと思いますね。やっぱ見た目小さいんで、身があんまりないような感じがありますけどね。ここの部分が鱗取りにくいんで、なるべく綺麗に取ってくださいね。はい、こんな感じです。綺麗に取れました。ではお腹を開けていきましょうかね。じゃあ中を洗いましょう。はい、お腹の中もですね、ちょっと綺麗に洗っていきます。はい、心の中がですね、腹黒い人はですね、よーく洗ってください。こんな感じですね。はい、よく水洗いしたらですね、よくペーパーでですね、こうよく水を切ってくださいね。お腹の中までですね。じゃあちょっとさばいていきますね。はい、まずこちら側からですね、頭の部分を軽く切り目を入れましょうね。次反対です。背からですね。骨に沿っていきましょう。次お腹です。で、軽く骨を落として腹を切る。お、さすが。はい、こちら側は腹からですね。で、背に行きます。骨に沿って切り目を入れていきます。はい、綺麗にさばきました。はい、全体の量でいうとこんな感じですね。やっぱ小さいですね。2人前、3人前ぐらいしかないのかなと思いますね。まあこちらは出汁かなんかに使ってもいいですね。じゃあちょっとカルパッチョにしていきましょう。はい、では切り身にしていきますね。まず腹の部分を落とします。で、骨を落としましょう。はい、で、皮を剥ぎますね。やっぱ小さいんで、身がちょっとやっぱ柔らかいですね。はい、こんな感じですね。はい、同じように落としましょう。やっぱスーパーで買うものはですね、見栄えはいいんですけど、やっぱ切り身にするとこうやってやっぱ身が少ないですね。実際にさばいてみるとやっぱそんな感じですね。なのでスーパーのやつはなるべく丸のまんま煮込みとかですね、アクアパッツァが一番いいのかなと思いますね。はい、これだけですね。では切っていきましょう。はい、では盛り付けていきましょう。
まあ、鮮やかなサラダにですね、切り身をのしていきますね。やっぱり要は2、3人前ですね。パーティーする時などに、まあ、2、3人来た時にですね、ちょうど1匹分が最適かなという感じはありますね。はい、全部乗せました。はい、仕上げはですね、オリーブオイル、バージンオリーブオイルですね、と甘夏を絞ってですね、味は塩でいただきましょう。これで完成です。はい、いかがでしたか。これがですね、まあ、レンコダイ1匹分の量です。まあちょっと少ないか多いかは、それは全てあなた次第でございます。はい、それではですね、おまけの動画です。お湯を沸かしたですね、鍋にですね、レンコダイのアラを入れます。茹でこぼした後にですね、再度お湯を入れてまた沸かします。調味料のお酒、大体このくらいですね。で、本みりん、量もお気持ち程度で、醤油、大体綺麗にアクを取りまして、少し10分程度沸かします。そして別鍋でこれをこしていきます。こした出汁に対して適量の味噌を入れます。このくらいですね、どんどん、よく溶かしてくださいね。で、乾燥のわかめなど入れれば最高な味噌スープの出来上がりです。一度作ってみてはいかがでしょう。それでは皆様、さようなら。